皆さんこんにちは。今日はこの前ね紹介したお手伝いさんがお家で今お仕事中なんですけど、私はお引っ越しを終えて手続きとかいろいろあるんでちょっと出てくるって言って今出てきて、本当に手続きを終えて今動画を撮ってます。でなんで動画を撮ってるかというと、実はねちょっと前にお手伝いさんのお誕生日があったんですよ。でそれで本当にね引っ越しとかお仕事のこととかでねもうバタバタしちゃって何にもできなかったので、とりあえず今急遽ねパッと思いついたのが私の大好きなコージープリンセスを、食べさせてあげたいなと思って今ね買いに来ました。コージープリンセスちょっと売ってるか分かんないんですけど買いに来ました。でねそのお手伝いさんなんですけど、まだねどういう方かあんまりそんなに詳しくないんですよ実は。でなんか好きな食べ物とかも分からないし、ちょっとね昨日聞いてみたんですよ。そしたらね子供が好きそうな食べ物が好きっていうことを言ってて、例えばハンバーグだったり、オムライスだったりなんかそうラーメンとかねそういうものが好きみたいなんですよ。なんでハンバーグ屋さんにちょっと立ち寄ってテイクアウトができないか聞いてみたんだけどできなかったんでとりあえずなんか計画倒れというかね企画倒れというかせめてねコージープリンセスだけでも、私がコージープリンセス好きっていうのは知ってるはずなんですけど実際にちょっと食べてもらって感想を聞いてみたいなということで、ちょうどそのちょっと前に誕生日もあったってことで、お祝いはね少し落ち着いてから改めてお祝いはしたいなって思ってて、今本当にいろいろねやらなきゃいけないことがたくさんあってゆっくりお祝いができないので、せめてね、コージープリンセスを買ってこれから帰宅したいと思います。もう一日中ね働いてくれてるので、もうなんか私もね何もできてなくて申し訳ないなと思ってるんですけど、たまに一緒にラーメンを食べに行ったり、この間はねお昼休憩でとんかつを食べに行ったりとかしたんですけど、まだ全然ね何もできてないので、いつも小さいパンを一つね買ってうちに来てくれるんですけど、父ちゃんの面倒も見ながらいろいろね事務的なことをやってくれたりとか、本当にねいろいろ助かってるので感謝しています。ありがとう、これからもよろしくお願いします。ということで、今からコージーコーナーに行ってみたいと思います。コージープリンセスがあることを願って、それではレッツゴー。ちょっと一回待って。ああ、ポちゃんおいで、バイバイ。どうでした？どうでした？
そうじゃん。ずっと編集してたけど。編集してた。とりあえず。ポーちゃんは。うん。寝たり起きたり。ポーちゃん、いい子してたのあなたは。乗ったらピーピー歩いて。どいてちょうだい。飛び起きたら。飛び起きた。なんと。コージープリンセスを買ってきました。すごい。あのほら、ちょっと前お誕生日だったじゃないですか。でね、あのお祝いはまだゆっくりできないんだけど、とりあえずこのコージープリンセス、あの試していただきたいなと思いまして。ありがとう。あの2つ、私とあのお手伝いさんの分で、あとお弁当です。ポーちゃんのはないです。はい、ということで、ちょっとこれ冷蔵庫入れときます。はい、ありがとうございます。はい、でお腹空いてますよね。そうですね、うん、お弁当がちょっと待って、ボリューミーだね。うん、じゃあお昼休憩しましょう。いただきます。はい。ポーちゃんはないよ、残念。